え,えぐいわ。あのね、今、もうね、アゴジムシの大量発生だったから、まあ欲しいなーって思いつつ、まあ素でやってて、まあ、お守りもあるし出ねえかなーって思ってたんですよ。出ましたね。もう今、2分くらいだよ。ほら、もう見てほら、すごい,ないこれなんだよなー、やっぱお守りって。僕初めてお守りゲットしたけど。えー、またこれさー、クワガノンにしたいからさー、なんか、いい色がねえかな。銀色だからな 割とプレミアボールとか合う気がするんだけど、どうかなでもやっぱどうしようやっぱネットボールかなうん、虫ポケモンだし。まあ、多分捕まるでしょ、一発で。はい。はい、クリティカル。いいねはい。ゲットで中ー。いや、クワガノン、どうなんだろうね。虫ポケモンってやっぱかっこいいの多いからさ、僕欲しいね。やっぱ欲しいからな、ね。うん。はい。はい、かわいい。 えどうしようキラファキラファとかにしよう。色違いだからキラキラのやつとギラファをかけます。はい。何にもひねってない。赤 <laughs> 石くれ赤石こいあー、持ってないか。冷静ね。はい。以上です。ありがとうございました。これ、電磁砲とか、まあ、物理でもいいかもしれないけど、どっちでもいいな、これな。うん。 ここまで打つさんとてやっぱダメだよね。ちょっともう進化させちゃった。こっちのあの、電磁虫に。ごめんねー。これ電磁虫って特殊なやつあったっけいや、アメ系がもうないんですわ。あー、ねえわ。どうしよう。なんだお前は何を覚えさせればいいんだ覚えさせるんだっけかなちょっと待ってね。 いや、放電だった気がする。とりあえず適当に、なんか拝めさせて。あ、でも、もしかしたら石だったかな忘れちゃったよ。で、鉄壁とかも。鉄壁だった気もするんだよな、ちょっと。はい。はい、じゃあ、いきます。通信交換だったかなそれとも。えーっと、一応石を見つつ。 あ、石だ。石でしたね。はい。でこの赤いのいいわ、ほんと。かっこいい。で、この赤い色から新規一点。はーい、銀色。もうメタリック。かっこよ、マジで。めちゃめちゃいいよね、これもう。俺、サンムーンで、こいつ出てきて初めて見たとき、え、はいこれえかっこよってもんだもん。スピアーの目、俺、僕、 メガ進化だと、メガハーサムとかメガスピアめちゃめちゃ好きなんだけど、えこれ順じてるやん、それに。え、かっこよーって思っちゃって、やっぱ、虫ポテムってね、めっちゃいいですね。うん。とりあえず、こん辺やって。はい、ってことで、一部始終が終わりましたと。ありがとうございました。時期に、レベル100にします。はい。あのー、どうも。あの、さっきのやつに繋がってると思うんですけれども、<laughs> ちょっといろいろありまして、あのー、消えました <laughs>。あのね、なんて言うんだろうね、この、やってるんですけど、今、ずかめで、ちょっと、あのー、色違い電線のためにあの、オートセーブを切ってて、で、あのー、ねなん、なんて言ったら、あのね、マシマシラをゲットしたときに、あ、やべえ、これ、A 抜けにした方がいいかなって思って、あのー、 あ、待って、これ、レポート切って、やってねえな。いや、でも、まあ、多分あれだけど、いっかーって思ってやったんですよ。まあ、そしたら、案の定ね、あの、めちゃめちゃ前に戻っちゃって、で、あのー、消えたと、クワガノンが。<laughs> まあ、うーん、正直、正直なこと言ってい,い,いや、あの、あの、まだ出そう。<laughs> ちょっとまだ出そうな気もするんでね、まあ、粘ってみようと思います。まあ、こんな感じでちょっと一回、さっきゲットしたやつが消えちゃったんですけれども、 まあ、自業自得ってことなんでね。うん。はい。以上です。<laughs> ありがとうございました。